ミスユニバース2009は58回目のミスユニバースであり、世界大会は2009年8月23日にバハマナッソーにあるアトランティスパラダイスアイランドで開催された。日本からは宮坂エミリが代表として出場した。開催地選定にあたってはドバイなどが関心を持っていたが、ミスティーン USA2008 開催実績を持つ。 アトランティスが2009年3月に開催意思を示した。世界大会期間中は7月31日にミスティーン USA2009 も同時開催された。司会はビリー・ブッシュとクラウディア・ジョーダンが担当。83カ国が参加。最後にステファニア・フェルナンデスがミス・ユニバース2008のダイアナ面倒さからクラウンを受け取った。ベネズエラが ミスユニバース史上初の大会に連覇を達成した。大会の模様は NBC を通じて衛星星中継された。日本代表は2006年に千葉なクララが第2位、2007年に森道世が優勝、2008年に美馬博子が第14位になるなど活躍が続いていたことから、この大会でもその動向が注目されていた。しかしながら代表として出場していた。 宮坂エミリは、セミファイナルの15位以内に入賞することはできなかった。ミスユニバースでは色々と厳しい制約が設けられ、報道関係者ですら、事務局が定めるエリアでしか取材を行うことができない、限界体制が敷かれている。そんな中で、大会に関与する NBC と日テレが、提携関係にあることから、日テレ系列の中京テレビが制作している。 カウントダウンドキュメント秒読み、2009年9月13日放送分で、その舞台裏が明らかにされた。ただし、前述の通り、報道関係者もシャットアウトとなることから、宮坂にビデオカメラを託し、自身で撮影してもらう形を取った。また同番組では、宮坂に敗れた日本代表候補者たちのその後も、紹介された。ミスユニバース2009の参加国。 地域と最終結果トップ15トップ10トップ5ありがとうございます。